ってまいります。それではくまモンの土俵入りです。大きな拍手をお迎えください。いただきました。ありがとうございます。いや
力強いね、腰とかね足大丈夫だった？ちょっと痛かったちょっと力入れすぎたね。まあまあでもかっこよかったけん、よしとしましょう。そうね、気をつけてねはい、それではそうですね、このくまモンのかっこいいお衣装、力士モンなんですけれども、今年あの秋場所でですね、熊本の宇土出身のね、正代関さんが優勝しまして、大関に昇進しましたね、皆さんね。よかった、よかったね。そう、うんうん、あ、これポンポンポンと塩を持って杉杉してバック、これ正代関さんのルーティーンですねそうそうそう、で、そしてありがとうございます。
じゃあくまモン、もうやっとできましたけど、微調整入りました微調整が入りました。大丈夫よくまモン、 OK チェックマですね微調整ですね、はい、こうしたい、うん、OK、OK 出ました、ありがとうございます。じゃあくまモン対スカイスタッフさん、最初の挑戦者、最初の対戦者は神々で、ごめんなさい、すみません、最初のくまモンの最初の対戦者はスクエアスタッフの清家さんですね、よろしくお願いします。よし頑張ろうくまモン、よし投げ飛ばしてね、今日こそ勝つと、はい気合十分でございます、はい、じゃあ早速土俵入りをですねしていこうかなと思います。まあ前回あのくまモンは勝ちましたので、東側にくまモンはいます、薄川安川さんが西側で、はい、土俵入りをしていこうかなと気合バッチリですね、はい、では行きますよ、東くまモンの関嬉しい、拍手ありがとうございます、いきますよ、よく見ててください皆さん、この歴史的な瞬間ですよ、第1回戦です、見合って見合って、発表残った神相撲したんじゃなくて神相撲になってたね開いた開いたじゃないすみません、ちょっと気を取り直しますね、ちょっと笑い出たのでよかったよかったよかった全然バッチリでした、完璧で、ちょっとさっき打ち合わせしたんでね、バッチリでしたそれでは、はい、では本番です、見合って見合って、残ったはい、ありがとうございます、清家の山さん、いやいやいや何か不安でもある、違う違う、見えなかった見えなかった、え、見えました、大丈夫、あの正当な試合だった気がするけどモニターチェック入る、これモニターチェックいるかないるかな、いやでもね、これはもう真剣勝負だからね、残念です、この1回戦は清家の山が勝利いたしました、次頑張ろう、この次頑張ろう、次ね、大丈夫大丈夫、次は勝てるよ、次勝ったらちょっとこれあの2勝した方が勝ちなので、もう次がないんですよ、後がないんですよ、くまモン、ちょっと勝つために皆さんあの応援の拍手をお願いしますはい、ありがとうございます、よし、くまモン、次はですねスクエアスタッフの本田さんに、はい、対戦をしていただこうかなと思います、ね、対戦の練習もして、その練習がここに活かせるかどうかですね、うん、はい頑張っていきましょう、もう後がない
熊本席頑張っていこうと思います。そうね、そうねよし、回しもね、そう先生とか入りました。投げ飛ばすのってもう気合いバッチリだね本田さんなんか本田さんも気合いバッチリですOK です。本田さんやっていこうと思います。次は勝てるのかスマホン、しばーしーくまもんの席はい、にーしーほーさて、第2回戦ですね。では、見合って見合って発揮おい残った拍手お願いします。頑張れ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 、いいぞ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 、最後も押してる、いいぞで、このままじゃいかんもんね、お願いと、お願いと選んでいいよ、あら選んでいいと勝者の声が聞こえました。よいしょ、どうしよっか、
と開けてシャンプーして、はい、よかった、安心した。じゃあもうこの高まった気分のままくまモン、カモンくまモン踊ろうかな。で、皆さん、カモンくまモンっていう10周年の新しいくまモンの新曲があるんですけれども、この高まった気持ちのまま皆さんも盛り上がっていけたらなと思います。はい、それではくまモン準備は良かですか？準備は良かですか？ごめんね、 OK 出ました、ありがとうございます。それではカモンくまモンミュージックスタート。最後に
ているもの。くまモン先ほどちょっとだけ私言っちゃったんだけど、くまモンこれ10周年なんですよ。くまモンがですね、誕生してから10周年迎えることができました。皆さんありがとうございます。はい、なんと10周年記念のですねイベントの配信がくまモンの YouTube チャンネルくまモン TV で今配信されております。ぜひ皆さんお願いいたします。見てください。ぜひチェックマしてみてください。かっこいいくまモンの、かわいいくまモンのダンスとかね、いろいろ見れますので、有名人の方とかもお祝いしてきてくれたり、あ、言っちゃダメここまでしか言えないです。ぜひ皆さん見てください。ぜひぜひ楽しい配信となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではよし OK。 じゃあ最後にご挨拶して終わりたいと思います。はい、皆さん今日はありがとうございました。熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。Ha ha ha.